HD-4 はアレクサンダー・グラハム・ベルが開発した初期の水中浴船である。ノバスコシア州バデックにあったベルの研究所に設けられた造船所で設計、建造された。1919 19年に当時の水上速度の世界記録70.86マイル毎時を達成した。ウィリアム・ E ・ミーチャムはサイエンティフィック・アメリカン市1九百六年三月号に 水中浴船及びハイドロプレインの基本原理を解説する記事を寄せた。ベルは水中浴船を完成させたら大きな発明になると考えた。また彼の女子フレデリック・ウォーカー・ボールドウィンはイタリアの発明家エンリコ・フォルラニーニの研究を学び彼の設計に基づくモデルの実験を行った。そして彼らはこの記事に基づいて 水中浴船のスケッチを描き始め、1908年夏から水中浴船の実験を始めた。ベルとボールドウィンは1910年から1911年にかけて世界旅行に赴き、フランスでフォルラニーニと面会し、イタリアのマッジョーレコでフェルラニーニの水中浴船に乗船している。ボールドウィンはこの時の様子を飛んでいるように滑らかだったと記している。 彼らは、バデックの研究所に戻り、様々な模型を使って、実験を重ね、実証機となる HD-4 を開発した。1913年に、ベールは、シドニー出身で、ノバスコシア州、ウェストマウントで、ヨット製作をしていたウォルター・ピノードを雇い入れ、HD-4 の改良に取り組ませた。ピノウドはヨット製作の経験を生かして、HD-4 に、 数々の有効な改良を加えていった。第一次世界大戦のため開発は一時中断された。ものの戦後すぐ再開された。ベルがアメリカ海軍に報告書を提出すると、1919年7月には2台のリバティエル -12 エンジンが供与された。1919年9月19日、バデックのブラドールコにおいて HD-4 は、 当時の水上速度記録70.86マイル毎時を達成した。この記録は1920年にガーフィールドウッドがデトロイト川でミスアメリカを買って74.87マイル毎時を達成したことで破られたアレクサンダーグラハムベル博物館に展示されている HD-4 のレプリカカナダのバスコシア州バダックにあるアレクサンダーグラハムベル博物館には ケンスンダイの HD-4 のレプリカが展示されている。ありがとうございます。